襲名披露決定、市川海老蔵。親子で襲名披露決定、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが今年2022年11月に市川團十郎白猿を襲名することを発表した。松竹によると、海老蔵さんは11月と12月に歌舞伎座で13代目市川團十郎白猿の襲名披露公演を実施する。また同時に長男勸玄君が市川新之助を襲名するとした。当初おととし5月に襲名する予定だったが、コロナで延期になっていた。襲名に向けて海老蔵さんは大きな名を継承するという重責を改めて痛感しておりますとコメント。團十郎の後に白猿、理由を先人に及ばないという謙虚な気持ちを示したものとのことで、海老蔵の父である先代の團十郎さんが2013年2月に亡くなって以来、團十郎の名跡が9年ぶりに復活することとなった。ブログ読者からは、絶対全部見ます、めっちゃ楽しみです、おめでとうございます、令和の團十郎いい響きですね、カンカン君の喜ぶお顔が早く見たいですね、などのコメントが寄せられている。令和の團十郎と新之助、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。令和の團十郎と大横綱市川海老蔵。大横綱から学んだ歌舞伎の大名跡が今年2022年に9年ぶりに復活する。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが13代目市川團十郎を11月に襲名。12月にかけて披露公演を東京歌舞伎座で開くことが発表された。歌舞伎の大名跡の中でも成田屋の團十郎は別格とされる。海老蔵さんは親交のある大横綱白鵬さんが2016年3月の春場所千秋楽で4場所ぶり36度目の優勝を飾った時、海老蔵さんは同年3月27日のブログにこんな感想を寄せている。結びの一番の内容にいろいろ思う方もいらっしゃるかもしれませんが、優勝インタビューでの横綱の言葉に私は涙しました。苦しかったんだな、と。無言の中で多くを語っていた。今に向き合っている。横綱の姿に様々なことを学びました。白鵬さん、おめでとうございます、と綴った。海老蔵さんは、頂上に立ってみなければわからない景色をその頃の横綱から学んでいたのかもしれない。ブログ読者からは、私も泣きました。海老蔵さんも同じお立場だからこそ白鵬関の気持ちがわかる部分もあるのだと思います。どんな人にもその人にしかわからない思い、辛さ、言えない苦しみや努力があると思います、などのコメントが寄せられている。頂上の品格、市川
エビゾー。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。市川團十郎、市川海老蔵。市川團十郎の継承、歌舞伎の大名跡が9年ぶりに復活する歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが13代目市川團十郎を2022年11月に襲名する。歌舞伎の大名跡の中でも成田屋の團十郎は別格とされ、江戸時代初期に活躍した初代團十郎をはじめ歴代が名優揃いで、初代は荒事と言われる豪快な歌舞伎の演技を生み出し江戸歌舞伎の創始者、二代目は千両という破格の出演料を得て、千両役者の言葉を生んだ明治天皇に、明治時代に活躍した9代目は明治天皇の前で演じる天覧劇を初めて実現し、劇星と呼ばれている。父12代目市川團十郎さんから受け継いだ大切なものを継承し、海老蔵さんは13代目市川團十郎として新たな團十郎像をどう作っていくのか楽しみで仕方ない。ブログ読者からは歌舞伎界にとっては待ち望まれた明るいお知らせですね。襲名を発表したからお父様が海老蔵さんの夢にたくさん出てくるかもなどのコメントが届いている。12代目と13代目の絆、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。